日暇やな。競馬でも行くか。はい、おはようございます。来た笠松競馬来ました、いよいよ東京大賞典です。もうこの日のためにね、もう1年あったと言っても過言ではないです。じゃあ大井行けよって話なんですけどね、笠松です。まあ今年もね、笠松競馬たくさんお世話になりましたのでね、美味しいビール出してくれるところにもご挨拶したいですしね。そんな感じで、はい、じゃあ今日はまあ開催日ですんでね、レースちゃんと楽しんで、東京大賞典ミックファイヤーかな、まあ、ちょっと後で考えます。おつ見ながらね。それじゃあ今日楽しんでいきましょう。おごってくれるそうビールを2つ、はい、はい、とレモンジューハイ、レモンジューハイとお願いします。ちょっと待ってよ。そう、大根を、大根2本、大根2本、厚揚げ、厚揚げ2、卵、卵も2、はい、どうですか、こんな感じ、こんな感じ、はい、おでんです、イエーイ。はい、ビールごちそうさまです。今日の国人はだいぶがたいがいいですけれどもね、今日はパイセンも来てくれてるんで、はい、ああ いいですね楽しんでいきましょう。2番人気3番人気が 1,2 着なんで、まあ、ここの生まれん780についてるんでね、3連覆より高いんで、まあ、なかなかいい馬券になったんじゃないですかね。この調子でいきたいですね。うわ、岡部さん飛びました。ミックファイヤーで負けた後にこの笠松ジュニアダメでした。岡部さんから流しましたね。ダメだ。あと岡部さんもダメでしたね。ミックファイヤーのもう畑、いわゆるもうあの時外れたのがもう岡部さんが全部もう回収してくれると思ってたんだよ。はい、今年も1年ありがとうございました。マルキンさんに僕らのね、はい、コレカさんの時の写真をたくさん飾ってもらってます。来年もね、はい、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。見てください、ここに公開処刑が行われております。イエーイ。いや、いいですね。さんで、まさきが土産を渡したんですけれども、はい、お返しにキュウリをいただきました。いつもここに来るとキュウリを食べるんでね、はい、とても嬉しいですね。いなりじゃないんだよ。いなりじゃねえのかよみたいな。ありがとうございます。またね、来年も美味しい、はい、食べ物とね、はい、ビールをごちそうになります。ありがとうございました。ありがとうございました。最後の最後にほっこりした動画でした。いました。はい、今年のカサマルシェですけれどもね、笠松プロモーション課の、ヨシさんのおかげで、まあいろいろ二人でね、相談なんかしながら、楽しいイベントをさせていただきました。できましたけれども、はい、まあイベント本当に楽しかったです。ありがとうございます。はい、年末最後、今日は東京大賞典ということで来ましたけれども、ヨシさん仕事後に今日来てくれたんでね、はい、来年もよろしくお願いしますということで、はい、今年もありがとうございました。
ですね。はい、お疲れ様でした。東京大商店。もう、ミックファイヤーを、もうみんな買って全滅するというね、ことになりましたけれども、すいません、今日は、ちょっと今日、体調変えちゃったんですけれども、これかさっていう、イベントがありまして、笠松競馬場の方で、コスプレの許可を取って、馬券を買ったり、飲んだり食べたりする、競馬を基本メインにして、集まってるんですけれども、そのメンバーが、今日来てくれまして、はい、ね、10月のライブにも、来てくれたんですけれども、はい、こうやって、本当はここで隊長に一言もらう予定だったんですけれども、帰ってしまったんでね、こうやって競馬とか、コスプレとかで、友達増やしていけたらなって僕らは思ってるんで、はい、笠松競馬場も、こうやって、いいですよって言ってくれてるんで、はい、もし、興味ある人いたら、DM ないし、はい、何でもいいですけれども、くれたらなと思います。これ本当は隊長にこれ一言もらいたかったんですけど、なんか僕からになっちゃいましたけれどもね。はい、こんな感じで、今年1年、ありがとうございました。我々ドロセルライブもできましたし、これかさっていうイベントの、おかげで友達もたくさん増えました。はい、来年はね、また1月からちょっと笠松の方で大きい、コスプレ関係、ね、のイベントもあるそうなんでね。はい、ちょっと、年始もね忙しくなりそうですけれども、はい、我々一度その競馬盛り上げていければなと思っております。はい、そんな感じで、お疲れ様でした。はい、お疲れ様、良いお年を。はい、良いお年を。